カオリンさん、今日でお別れなんだけど、はっと気づいて、あ、首輪つけようって思ったマオイママがやったら簡単につけさせてくれましたね。もう全く何にも嫌がらなかった、うん、ちょっとクンクンって匂いしたね。あなたのために用意してたこのパステル調の可愛い色のやつ、そうなんですよ、お似合いですよ。でも顔見えないよ、カオリンちゃん。かわいい、カオちゃん、カオちゃん、こっち向いてください。カオリン、カオちゃん、カオさん、カオちゃん、カオリン、カオちゃん、カオちゃん呼んでるよ。なぜなぜが気持ちいいからしょうがないな。ごめん、カオリン。あとちょっとおもちゃに興味もあるのね、そこにあるのね。かわいいね。うん、動いた。もう取れてるかな？今ちょっと取れたんだけど、全部取れた？カーリン。カーリン。カーリンも、おめ、あの、メアニーも、鼻口調も、全然普通に取れまーす。ね、カオちゃん。もう一人はしっぽ。おしっぽ。かわいい。デザートだね、カオちゃん。もう少ししたらお迎えに来るよ。いくだね、カオリン。カオリンのペペキリキリしなきゃね。カオちゃん。カオちゃん。うん。そう、カオリン里帰りだから行ったらちゃんといい子にしてね。ね、いい子にしようね。カオリン、ね、シャアも控えめにね、うん、あのお腹空いててもシャア言わない方が可愛いんだよ。でも分かりやすいよね、カオリンね。食べ終わった途端に平気になるもんね。そうなんだよね。うん、はい、このオセロコンビも今日で見納めですね。いいですか、仲良くなった？もうゴリゴリが始まった。ポンちゃんゴリゴリ、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、これで綺麗になるからね。毛が結構飛ぶね。
わかった。トンちゃんはブラシをすると移動してケージに移動します。はい、今ケージにはジャン君とトンちゃんが、ノンストレスで入りました。これケージに入る練習をしたらどうでしょうということがありましたが、ベテランの、保護活動の先輩からですね、ケージに入る時に自由にしておいて、扉を閉めないようにねと言われています。この状態ですね、これ引っ越し後もしくは、引っ越し直前ですね、こちらの部屋の中で、まず危険のない場所としてケージを使うのですが、その時にケージに閉じ込められた感を、感じないように今の段階ではですね、こうやって自由に出入りできるけど自分から好んできているというふうにしてくださいと言われました。もっともだと思いましたのでこの状態をキープします。どうでしょう、ちょっとカメラを下げると美しい光景になるでしょうか。いいでしょう。カオリン、そろそろお腹が空き始めてるな。カオリン、はい、カオリン、強くニャーを言うとかそっち系列どうですか。よいしょ。お腹空いてる時のなんだっけ、スニッキーズのコマーシャルに出られちゃうね。お腹が空くとシャを言っちゃうんですよってなりますよ。ほら。よし、じゃあこれで紛らわす。カオリン、ごめんなさい、結構その気になってたよね。この家でずっと過ごそうかななんて思ってたと思いますが、本当の幸せをつかむためにはですね、あと2回ちょっと少しだけ辛い思いをですね、しなくてはいけません。今日は元いたお家なので行ってみたら、あ、なんだってなると思います。それから譲渡会ありますかな。そうすると3回になっちゃうかな、譲渡会に行って、あなたは綺麗な子なので、すぐ里親さん見つかると思います。そして、すごくいい人を見つけてくれるはずなので、今度は里親さん、本当のお父さんとお母さんですね、のところに行きます。
まだ少しここから、険しい山もありますけど、頑張ってね。何か叩いたね。はい。お迎え来るからね。そうだね。ジャン君ちょっと外出てようか。ジャン君チュールで食べきやすまさとで。おしまいね。いい？はい。ママ。じゃあジャン君すぐに元いたお家に戻るのね。はい、ジャン君。ちょっとチュール持ってくるね。はい、おいで、ジャン君。よいしょ。ジャン君、いいね。カオリンと二人で、そこで暮らす。ほら、カオリン降りてきちゃった。ああ、よかった。おいで、おいで。ジャン君、チュールまだあるよ。ジャン君、チュール。上手にあげてね。まだね、絞ると入ってるからね。おいしいね、ジャン君。どうちゃん。どうちゃん、後でね。迎えに来るよ。お迎えが来るよ。ジャン君おいしい。おいしいね。アンデちゃん食べてるかな。おいしいおいしい。おいしいおいしい。うん、無理だった。ごめんね。おいしいおいしい。はい。はい。カーリン。ジャン君ごちそうさま。はい、かおりん。かおりんもごちそうさまね。はい、いかね。
ミンでも食べた？あの、これついてるからね。ちょっとね。はい、うん。うん。あー、ちょっと泣いてるな。不思議なツーショット。そっちにピャンクいるよ。そうね。なんか閉まったね、久しぶりにね。久しぶりに閉まりました。じゃあ来るまで待ってよね。はい、じゃあね。あおちゃん。よいしょ。かよに。ちょっとそこで我慢してください。うん、はい、カオリンはちゃんと察知しましたよ。なんかね、あ、もう狭いんですけど、なんかもうなんかちょっといっぱいごちゃごちゃしてる。こんにちは。ちょっとじゃあ落ち着いたらやりましょうか。じゃあこれじゃなくて持ってきていただいたやつで、あおちゃん、あら、イカ、ほんとだ、すっごいイカ身になってる。まあピンポンがね、怖いからね。うん、多分ね、電話は、まあ、まあ、後でいいや、うん、じゃあそれやったりして、大きい、すごい特大セット。はい、じゃあ、まおいさんさ、うん、下の方に逃げたら下で、うん、捕まえるか、うん、はい、といって置いてくれる。こちらね、どうも、もし万が一入ったらくれるんだけど、うん、そうだね、それでもいいです。はい、シャーキー来てますね。はい、ニカちゃん、ニカちゃん、はいはいはい、大丈夫、大丈夫。ニカさん、もう来てないですか、大丈夫、はい、うん。ほら、ニカちゃん、ニカちゃん、大丈夫だよ、ほら。はい、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 はい。顔のやつ、そのピンクの顔が。あ、ほんとだ。朝だ、もう鍋って普通にできるんだからって、そっかと思ってつけたんですよ。そしたら全然違うけど、これカオリンが使ってたベッド、まあ、洗ってないので匂いがいっぱいついてるから、これに取っていただいて、ちょっとだいぶ汚れてますけど、はい、のいいですか。ということで、カオリンは元を行った保護主さんのところへ帰っていきました。また開けっぱなしにしようか。ケージはちょっと寂しい感じになりますけれど、ね、ポンちゃんは誰が来ても平気な子です。あ、チュール入れなかった。まあいつか、ね、はい、ジャン君はビビっています。言っていますが、すぐまた元へ戻るでしょう。そしてあんずちゃんは、あら、消えました。あんず、準備できるので1本分です。カウリンさんが保護主さんのところへ行ったので、今日ははい、どうぞ。お3人3分です。あっちは何、アンズちゃん、こん、え、こっち、あっちもポンちゃんが、うん、ポンちゃん、ポンちゃん食べてます。はい、ポンちゃん、
こ行ったんじゃない。また裏行っちゃった。あ、いいね、ヤンズちゃん。あそこの入れ口、こっちから来た。ヤンズさんはここでした。食べてね。